回はラブライブのシールウェハースを6つ買ってきました。パッケージのデザインは1年生組と2年生組、3年生組の全部で3種類になっています。中にはシールが1枚とココアクリーム味のウエハース1枚入っています。シールは全部で27種プラス9種になっていて、ラインナップはそれは僕たちの奇跡バージョンとミュージックスタートバージョン、ワンダフルラッシュバージョンと3種類あって、でそれぞれノーマルとメタルシール、ホログラムレアシールっていうのがあるみたいです。それでは、りんちゃんのシールを狙って開けていきます。まず、一つ目。一枚目は、りんちゃんやったー、おー、かわいい。一枚目からりんちゃん出てくれました。あ、しかもこれ袋にちゃんと入ってていいですね。あ、裏こうなってるんだ。すごい可愛いです。ナンバー14、星空凛、やりました。2つ目。2枚目は、お、ニコニー。あ、このシールも可愛い。裏は、お、プロフィールが書いてあります。ナンバー9番、矢沢ニコちゃん。3つ目。3枚目は、お、お、これは光ってる。これは、ミュージックスタートのニコに、あ、メタルシールゲットです。裏は、ナンバー18、4つ目、4枚目、お、エリチ。ミュージックスタートのエリチ。ナンバー11、5つ目、5枚目のシールは、あ、これも光ってます。これは、ワンダフルラッシュエリチ。これも、あ、メタルシールです。裏はこんな感じ。ナンバー20。ラストです。最後はりんちゃんの出てないシール。欲しいな。最後のシールは、おお、またミュージックスタート満タン。これかわいい。ナンバー16です。今回出てくれたシールは、ミュージックスタートのりんちゃん、のぞみちゃん、エリッチ、メタルシールのニコちゃん、それは僕たちの奇跡のニコニーと、あとワンダフルラッシュのメタルシールのエリッチが出てくれました。いや、今回このりんちゃんゲットできたのはすごい嬉しかったです。でこのデフォルメされたシールがすごい可愛くていい感じです。で、このシール、袋にちゃんと入ってるのが汚れてなくてすごい親切でいいですね。で、このシールの裏も絵も可愛くてピンクな感じで可愛いし、いいです。シールがちょっと固めでしっかりとしたシールだったのでそこもいいと思います。で今回出なかったんですが、ホログラムレアというシールが出せなかったので、そのシール気になるので、他のりんちゃんのシールも欲しいし、もしかしたらまた買ってくるかもしれません。それでは今回は、ラブライブのシールウエハースの開封動画でした。